米大リーグ・米大リーグ・マーリンズ11、ナインドジャース、17日、米フロリダ州マイアミローンデポパーク、ドジャース・大谷翔平投手、30、が17日、日本時間18日、敵地・マーリンズ戦に、1番・指名打者でスタメン出場し、3回の2打席目に5試合、23打席ぶりの本塁打となる48号ツーランを放つなど、5打数1安打2打点だった。 チームは打ち合いで敗れて3連勝を逃した。初回戦闘の1打席目は見逃し三振。点を追う3回一し1塁の2打席目には、右翼へ飛距離402フィート、約123メートルの48号ツーランを放った。4試合連続で本塁打も盗塁も出ていなかったが前人未到50から50へ前進する48の48となった。48号は21年の46発を超えて自己記録を更新。 さらに DH で出場した試合では6年デイビッド・オルティス、レッドソックス、一塁で7本、DH で47本の計54本塁打を超えて史上最多となった。ドジャース史でも1年のグリーンの49本に1本差に迫る2位タイ。通算219本塁打は、韓国出身のチュシンス、レンジャーズなどのアジア出身選手最多記録となった。また、 昨年3月の WBC で優勝に輝いたマイアミのローンデポパークでは初本塁打。39条目のホームランで3 9球団の本拠地で本塁打が出ていないのはシンシナティのグレートアメリカンボールパーク、レッズ、フィラデルフィアのシチズンズバンクパーク、フィリーズのみとなった。